皆さんこんにちは。健康読書です。突然ですが、皆さんは本当に正しく歯磨きができていますか？そして自分が歯磨きに使用している歯磨き粉について詳しく知っているでしょうか？もしかすると歯の磨き方や使用している歯磨き粉が原因で自分自身の歯や歯茎を痛めてしまっていたり、健康被害に遭う危険性もあります。そこで今回は歯磨きについての注意点について解説させていただこうと思います。口臭や虫歯が気になる人はこの動画を見ていただければ何か改善するかもしれませんので、ぜひ最後までご覧ください。ではまず正しい歯の磨き方についてです。動画をご覧の皆さんの中には力強くゴシゴシ歯を磨いている方はいませんでしょうか？実はこの磨き方は間違いです。虫歯を防ぐためには力強く磨く必要はありません。ほとんど力を入れずに軽くシャカシャカと一本一本丁寧に磨くようにしましょう。そんなんじゃ汚れが落ちないんじゃないの？とお思いの方もいるかもしれませんが、虫歯を防ぐには細菌の塊であるプラークを飛ばせばよいだけなのです。例えるなら一生の歯磨きを一本のブラシで行えるくらいの力で磨きましょう。むしろその方が虫歯になりにくいとされています。そして次に注意したいのが歯磨き粉です。歯磨き粉に含まれる成分には使用しない方が良い可能性がある添加物が存在します。一つ目は研磨剤です。研磨剤入りの歯磨き粉でゴシゴシ磨いてしまうと、その高い研磨効果により歯のエナメル質が傷ついてしまう恐れがあります。エナメル質の下には神経につながる穴を無数に持つ象牙質があります。つまりエナメル質を削りすぎることで神経に刺激が伝わりやすくなり、知覚過敏になる可能性もあります。さらに歯茎に強い刺激をもたらすため歯茎が炎症してしまう恐れもあります。研磨剤は着色汚れを落とすのに良いとされていますが、エナメルが傷ついた箇所に汚れがつきやすくなる恐れもありますので注意しましょう。ちなみに歯医者さんもあまりお勧めしていないことが多いようです。2つ目はフッ素です。フッ素はフライパンのコーティングなど様々なものに使用されていることでも知られています。そんなものを歯に使用して良いのかと賛否両論あるようです。フッ素が歯に与えるメリットとしては、再石化化を促し歯のダメージを修復したり、歯垢による酸の生成を抑え虫歯を予防する効果が確認されています。しかしデメリットもあります。過剰に摂取すると人体に悪影響を及ぼしかねません。例えば摂取や吸引量によっては短時間で急性中毒を引き起こしてしまいます。通常の歯磨きでは過剰に摂取することはほとんどなく、意図的にあるいは事故により過剰摂取しない限り、フッ化物による有害な影響はないとされています。フッ素入りの歯磨き粉の利用時には使用量を守ることはもちろんですが、誤って歯磨き粉を飲み込むことのないように事故防止に努めることが大切でしょう。他にもフッ素症というものがあります。フッ素症とはエナメル質の再石化期間中にフッ化物を過剰摂取することで発生する歯の形成障害のことです。症状の程度はフッ化物の摂取量や期間により異なりますが、エナメル質に白濁やしま模様、欠損などが現れます。発症は6歳以下の幼児期に集中しています。これらのことからうがいが上手にできないような幼い子供にはフッ素入りの歯磨き粉の使用は注意する必要がありそうです。3つ目は発泡剤です。発泡剤に含まれるラウリル酸ナトリウムは発がん性があり、シャンプーに含まれていることから問題視されています。怖いことに頭皮よりも口の中の方が成分の吸収率が良いとされています。発泡剤は泡立たせるためのものなので、個人的には使用を控えた方が良いと考えています。この3つの他にも香料やサッカリン、保存料に使用される安息香酸ナトリウムなど人体に悪影響があるとされる成分が含まれていることも多いですので、歯磨き粉を選ぶ際には注意してみましょう。そして最後に紹介するのはうがいについてです。いくら歯磨きを上手にできたとしても、うがいが正しく行えないと口の中の汚れが残ったままになってしまいます。むしろ正しくうがいができれば歯磨きをしなくても良いと言われるほどうがいは大切です。当チャンネルの過去の動画に正しいうがいについて紹介した毒出しうがいという動画がございますので、ぜひそちらの動画もチェックしてみてください。いかがだったでしょうか？皆さんは
間違った歯磨きの仕方や正しい歯磨き粉選びができていたでしょうか。もしこのような動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。